頃合いだな。御影たちも江戸天聖たちもわしが下実する。父ちゃん。そうだ、言っとかなきゃなって思ってたんだ。誕生日おめでとう。うん、サンキュー。俺たちは下方の存在、いつまでもここにいるわけにはいかない。お別れだ、クシナに。いろいろ伝えておくよ。俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。豚骨に、味噌に、醤油に、ラーメンばっかじゃねえよ、もちろん。全く落ち込まないっていう自信っつうのかな。それは、誰よりあったんだよね。もちろん、三代目や、かかし先生の言うことも、ちゃんと聞いてたぞ。尊敬してるし、ここにいるから、直接聞いてもいいってばよ。とにかく、母ちゃんの言ったこと、全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すほかげになる。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって。分かった、全部しっかり伝えておくよ。